イーロン・マスク。彼はただの実業家ではありません。スペース X、ニューラリンク、これらの先進的なプロジェクトの背後にいるのはこの一人の男性。火星への夢、電気カーの革命、人間の脳をコンピューターに接続する未来。彼のビジョンは私たちの未来の姿を形作っています。そんなイーロン・マスクはテスラの名前でも広く知られていますが、実はテスラモーターズという社名は発明家で電気技師だったニコラ・テスラへの敬意から名付けられました。今回は私が個人的にも大好きな天才ニコラ・テスラが明らかにした宇宙の秘密をお伝えします。それでは早速探求していきましょう。19世紀後半、アメリカに電気技師としてニコラ・テスラがいました。テスラは1856年、今のクロアチア地域でセルビア系の家庭に生まれました。彼の父は司祭、母は家庭用品の発明に長けていました。驚くことにテスラはたった5歳で独自の小型水車を考案したと言われています。彼には才能あふれるお兄さんもいたのですが、幼い頃に亡くなってしまいました。そのためお兄さんの代わりにテスラは学問へと熱心に取り組んでいたのです。テスラの IQ は驚くべきことに240とも伝えられています。彼は天才ゆえのプレッシャーにも苦しんでいたようです。興奮すると目の前が真っ白になったり幻覚が見えることも。しかしそれが彼の創造的なアイデアの源となっていたとも言われています。彼のビジョンは外部からの情報を受け取るもので、宇宙の知識の源からアイデアを引き出していたと言われています。特に彼が興味を持っていたのは稲妻で、それが電気研究の契機となりました。彼の夢は宇宙や地球のエネルギーを人の役に立てること。その情熱で彼は発明家として日々進化していきました。テスラは1881年にチェコのプラハ大学へ留学し、後にハンガリーで働き始めました。そしてより良いチャンスを求めてアメリカへ渡米した。後エジソンが立ち上げたエジソン電灯会社にテスラは入社しました。この企業への入社はテスラにとって絶好のチャンスでした。エジソンが主導していたのは直流電力を中心としたサービス。したがって工場の設備はエジソンの推奨する直流システムに基づいて設計されていました。エジソンは直流のメリットや安全性をテスラに強調し、同時に交流の複雑さについても話しました。そして工場のシステムを交流で動かせるなら5万ドルを報奨金として支払おうとテスラに伝えました。一般的にはこの提案は非常に困難と考えられました。しかしテスラはその挑戦を見事にクリアしてしまいました。この結果にエジソンは驚愕しましたが、交流の利点を公然と認めたくない彼はあの話は冗談だったと言い出し、約束の報奨金は支払いませんでした。このエジソンの行為にテスラは激怒。二人の間には深い溝ができました。これが電流戦争として知られる出来事の始まりでした。この出来事をきっかけにテスラはエジソンの企業を短期間で辞め、自らテスラ電灯社を設立し、独自の道を進むこととなりました。エジソンは交流の危険性を訴えましたが、最終的にはテスラの交流送電システムが普及しました。現代でも私たちの日常はこの交流電流の恩恵を受けています。ニコラ・テスラの発明はまだまだ存在します。彼は共振を利用し、無線で情報やエネルギーを伝達する手法を模索していました。その代表的なものがテスラコイル。このコイルは2つのコイルが共振することで即座に高周波や高電圧を生み出す共振変圧器として誕生しました。
驚くべきことに、電線を使わずに100個の電球を点灯する実験も成功しているのです。テスラはこんな革命的なワイヤレス電装の手法を130年も前に考案したのです。彼の前進的な思考は彼が一風変わった天才であることを証明しています。また彼はテスラコイルでスパークを出しながら隣で読書をする写真を撮影し、その安全性をアピールしたこともあります。この写真を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。そのような体を張った行動には驚きを隠せません。さらにニューヨーク州のロングアイランド島には J.P. モルガンの支援を受けて高さ57メートルのウォーデンクリフタワーという無線送信塔を建てました。彼の大胆な計画ではこのタワーを使って地球全体に電気を無線で送る予定でした。このアイデアは世界システムと呼ばれています。テスラはこのシステムを実現するための研究の中でフリーエネルギーにも目を向けていました。このエネルギーは地球や宇宙が持つ無尽蔵のエネルギーを活用し、それを大量に取り出す仕組みのこと。彼は宇宙の無限のエネルギーや地球の自転からエネルギーを取得し、エネルギー問題を解消しようとしていました。彼は地球を一種の送信機として創造し、地球が雷や他の要因で生み出すエネルギーを利用しようと考えていたのです。この現象は現在シューマン共鳴として知られています。彼の考えではこの地球のエネルギーとわずかな電気を組み合わせれば地球すべてをカバーできるほどの強大なエネルギー供給が可能というものでした。彼はまた宇宙のフリーエネルギーを取得するためにエーテルという物質を活用すべきだとも提案していました。エーテルは光が宇宙を波動として伝播する際に関与するとされる物質で、もし宇宙のすべてがこれで満ちていれば、エーテルを通じて瞬時に宇宙すべてにエネルギーを拡散することが可能だと彼は信じていました。ただしエーテルの存在自体はまだ仮説の段階で、その実在についての結論は出ていないとされています。しかし1904年に資金提供が終了し、彼の世界システムの夢は散ってしまいました。これは都市伝説的な話ですが、彼がフリーエネルギーを用いて地震発生装置を発明したり、地球を二分する方法を探求していたという噂も存在します。しかしながら最近マサチューセッツ工科大学が無線送電の成功を発表したこともあり、ニコラの夢見ていた世界システムが再び注目される日が近いのかもしれません。もし実際にそれが実現すれば、電線が不要となりどこでも電気を使用できる未来が訪れるかもしれないのです。さてテスラの独自の思考や想像は一般的な人々が理解するのが難しいほどの革新性を持っていたことが理解できます。彼の理論の中でも特に興味を引きつけるものが存在します。それは369の法則。彼はこう断言しました。数字の369こそ宇宙の秘密の扉を開く鍵だ。この3つの数字は彼にとって宇宙のエネルギー、周波数、振動の理解への入り口でした。私たちが日常で使用する数字にあなたは深い意味を見出したことがありますか？実際には私たちが知覚する宇宙は数字の法則に基づいて動いていると言えます。どこにいても1は1で、1たす2は常に3です。そして自然界の法則や二進法、それは生物の細胞の分裂の過程と同じです。数字は実は自然や宇宙から私たちが探し出したものであり、そのため宇宙のさまざまな法則が数字に現れることも理解できるでしょう。宇宙の数字のパターンには光や時間、魂といった高次元のものにも秩序があるということ。彼が特に重視していたのは369の数字でした。
自然界の法則や二進法を使って計算すると意外な結果が出てきます。例えば3と6の関連性、そして9の特別さ。特に9はこの宇宙のすべてを理解する鍵ともなる数字と言えます。具体的に自然界の法則二進法で簡単な計算をしてみましょう。一桁の数字はそのままとして16から始める二桁の数字はそれが一桁になるまで合計します。はじめの1から32までの結果を見ると数字は1、2、4、8、7、5の順になります。さらに驚くことに64から1024の範囲でも1、2、4、8、7、5の順序で数字が続きます。この連続するパターンを見ると特定の数字が欠けていることに気がつきます。3、6、そして9が出現しないのです。さらに不思議なことに3の倍数を同じ方法で計算してみると3と6の永遠のループになります。そして二元的な考え方、つまり一つの事柄を二つの原則で説明する方法では3をプラスの陽、6をマイナスの陰としてペアにすることができます。さてこれまでの計算で目立たなかった9ですが、9の倍数で同じ計算を行うと結果はすべて9となります。二元性の視点で3と6両方の数字を合計するとそれは9となります。これは9がこの宇宙の基本を形成する数字であることを示唆していると言えるでしょう。またさらに不思議なことに9を除く1から8までの数字をすべて足すとその合計は36となり、3と6をさらに合計すると9となります。これには驚きと納得を禁じえません。それは図形の角度や光の速度、天体の直径、時間の単位を計算すると必ずと言っていいほど9に関連する結果が出てきます。私たちが住む3次元の世界であまり顕著に現れない数字369、これらの数字こそが時間と絡めた4次元の宇宙の法則を理解するための手がかりであるとニコラは信じていたのです。テスラコイルの実験中に369の倍数の周波数を用いるとエネルギー出力が格段に高まることを確認したという話も伝えられています。具体的には3はエネルギーの流れを、6はエネルギーの蓄積を象徴し、9はエネルギーの解放や宇宙に新しいエネルギーを供給する能力を示しているとテスラは認識していたのです。この宇宙に秘められたルール369の法則を深く知るとその不思議さに引き込まれてしまいます。伝説的な発明家ニコラテスラは独自の視点で宇宙の法則を探求し、一つ一つの革命的な発明を世に送り出してきました。交流電流やテスラコイルの他にもリモコン、蛍光灯、太陽発電、熱伝導、レントゲンなど200以上の発明を残しています。彼は電気技術だけでなく物理学や機械工学など幅広い分野に精通していました。またそれだけでなく、なんと8つの言語を巧みに操り、詩作や音楽、哲学にも精通していました。生涯独身で晩年はホテルの一室で過ごし、ミルクとナビスコクラッカーを好んで食べていたと言われています。彼は1943年ニューヨークのマンハッタンのホテルで86歳の生涯を閉じました。彼が先見の明を持ち100年以上未来を予測した事実に多くの人々が魅了されています。彼が探し求めていた宇宙の法則の中心にある鍵に皆さんも興味を抱くことでしょう。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もし
まだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そして、あなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。